はい、公認会計士税理士の山田真也です。2021年税金補助金で得する人損する人です。今日の内容は2021年におきまして全国民共通の減税、会社員年金生活者の増税、個人事業主の減税、事業再構築補助金について、そして離職者への補助制度についてお話ししたいと思います。というわけで、ただいま2021年の1月1日なんですけれども、今年からですね、いろんな税金がかかります。そしてですね、ちょうどですね、年末にかけて事業再構築補助金っていうね、新しい大型補助金制度が発表されましたし、なんと昨日大晦日にですね、この離職者への補助制度についてですね、最新情報が出てきましたので、そちらについて一足早くお届けしたいと思っております。ね、損する人になった場合でもですね、こういう新しい情報がね、手に入れば得する人に変わりますから、ぜひですね、今日の動画チェックしてください。まずはですね、大まかな、この2021年の流れなんですけども、大体ですね、高所得者への増税があります。そして、会社員とか年金のね、生活者の方のですね、優遇をやめてきますという方向性です。そして、この対応につきましてですね、会社については、もっと別の事業に変えた方がいいんじゃないの?という補助金制度が多くて、個人に関してはですね、別の、もう、職種、業種についた方がいいんじゃないの?そういうところに支援しますよ、という流れになっております。これが全体の流れですね。で、まずはですね、税金の方なんですけれども、今度の確定申告からですね、所得税基礎控除、こちらが38万円から48万円に10万円アップします。そして住民税の基礎控除、33万円から43万円にアップします。これ基礎控除何かって言いますと、収入からですね、経費引きます。そして控除ですね、社会保険料控除とか生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除といったような中にですね、基礎控除ってあって、これが増えますと。控除が増えると結果、所得が減りますから、税金も減ると。つまり控除が増えることは、経費が増えると同じ意味なんで、税金的には安くなるということなんですね。で、この所得税の基礎控除、今度の確定申告、要は2020年分の確定申告から、10万円分ですね、控除が増えますし、住民税に関しては今年の6月からの住民税、こちらがですね、控除が増えるということで、住民税もちょっと下がる方が増えてるというわけですね。で、この基礎控除のポイントなんですけども、これはそもそもですね、日本国憲法第25条ですね、健康で文化的な最低限度の生活っていう、こちらの条文に基づいているものでして、要は人間生きてれば年間48万円が最低限度の生活ですね、と。だから48万円までの収入に関しては全部非課税でいいですよ。こういう考え方なんですね。だから本来ですね、基礎控除っていうのは全国民共通でなければならないんですけども、実は今回から改正が入っております。2020年分からですね、この基礎控除、これは所得税の方の金額なんですけども、所得が2500万円超の人、こちらですね、基礎控除ゼロになります。だから金持ちは、もうこのね、憲法25条、健康で文化的な最低限度の生活はもう、とりあえず置いとこうと。金持ちはこうやって増税しましょうっていうのは今回の流れです。で、現在はですね、2150万から2500万の間の人はですね、16万になります。そして2100万超えて、2150万までの人は32万円の基礎控除になります。ということで、このね、2020年分はこういう感じなんですけども、おそらく5年後ぐらいにはですね、このラインがですね、今2400万円というラインなんですけども、これがおそらく2000万、1500万、1000万というふうにね、どんどん下がっていくんじゃないかなっていう推測はできますね。ただですね、2100万円以下の方はですね、結局、このね、所得税基礎控除増えてよかったねって話なんですけども、そうやとんもやは下ろさないということで、所得税、住民税ともにですね、この給与所得控除、公的年金等控除っていうね、お給料もらってる人や年金もらってる人のそれぞれ控除が自動的にね、ついてくる控除があったんですけども、それがそれぞれ10万円ずつダウンします。つまり、基礎控除の方で10万円アップして、給与所得控除とかね、年金の方の控除で10万円ダウンしてますから、10万円アップして、こっちは10万円ダウンして、差し引きゼロということになっております。そして、給与所得控除に関してもうちょっと細かく言うと、これまではですね、1000万円超の場合はもうね、必ず給与所得控除は220万円が上限ですというふうになったんですけど、このラインが下がりました。850万円超の人はもう195万円で、フィックスです。終わりですと。だからそこからどんだけ給料稼いでも、195万円しかこの給与所得控除は発生しないということなんでね、給与収入が多い人は、だいぶ増税になります。ただですね、今回、給与収入がですね、850万円超えちゃったよっていう方もですね、一応ですね、調整措置があります。それが今回、2020年分から始まった、所得金額調整控除っていうのが入ります。これ住民税の方にも入ります。で、
何かと言いますと、給与収入が850万円超えた場合は、まあ増税になっちゃうから調整しましょうねと。で、どういうふうに調整が入るかと言いますと、ある条件を満たした人は、控除額を増やしますと。それが自分自身とか配偶者とか扶養親族がですね、特別障害者の場合ですね、あの障害者手帳2級以上とかやつですね。で、もしくはですね、この22歳以下のですね、扶養親族がいる場合、この場合は、まあ、控除額を増やしますと。なので、そんなに増税にならないように一応配慮はしますよ。というのがこの制度ですね。というわけでですね、まあ、850万円以下の、まあ、大半の会社員の方はですね、まあ、プラマイゼロなんですけれども、多少変更があるとしたらですね、こちらですね、配偶者控除とか扶養控除の場合ですね、これまで扶養される側の収入がですね、まあ、最低限の所得ですね、所得ベースで言うと38万円だったのがですね、48万円に増えます。なぜならば、あの基礎控除がですね、48万円に増えたからですね、この絡みですね、基礎控除が増えたから扶養控除のラインも増えたよと。ただですね、あのパートアルバイトの方の103万円の壁は変わってないです。なぜならば、あの、給与所得控除が10万円ダウンしてるんで、結果103万円の壁とかは変わんないんですけども、例えば配偶者が個人事業主とかね、そういう方だった場合は、この48万円の所得っていうのが基準になってきます。もう一回言うと、所得っていうのは、あの、収入から経費を引いた、あの、額ですからね。特にですね、あの、扶養になるかどうかっていう判断基準は、ほんとね、この所得でございますから気をつけてください。そして、個人事業主の方にとってはね、基礎控除が増えたよっていうのにさらにプラスしてですね、青色申告をしている方にとってはまた朗報ですね。青色申告特別控除、これまで65万円だったのが実は55万円に減ります。減りますけど、電申告 e-tax を使うんだったら65万円にまた増えますからね、戻りますから。なので個人事業主で青色申告の人は実は控除が純粋に10万円アップすると。まあ、こういうわけなんですね。だからね、これを機にぜひね、e-tax 考えてください。というわけでまとめますと、得する人っていうのはもう個人事業主とか、まあ、フリーランスですね。あと、扶養される側の人。こちらですね、あの、基礎控除の10万円アップが効いてきます。そして、純粋に損する人ですね。2020年の確定申告とか、今年の住民税とかがね、増税になってる方々はですね、この給与が850万円超の人。まあ、子育て世帯をね、除きますが、あとですね、2100万円超の個人事業主やフリーランス、1000万円超の年金生活者もですね、実は控除額が減らされています。で、変わらないのが、まあ、給与収入がですね、850万円以下の人、103万円以下のパートアルバイトの方、で、1000万円以下の年金生活者の方、まあね、大体多数がですね、まあ変わらないという結論ではございます。で、まあ、税金はこんな感じなんですけれども、補助金ですね。こちら大きな動きがありました。まずは話題ですね。こちらですね。事業の再構築に挑戦する皆様へ、企業の思い切った事業再構築を支援ということで、新しい制度ができました。こちらですね。予算が1兆円超えております。普段のですね、ものづくり補助金とか、ああいう補助金って大体1000億円とかね、そういう程度なんですけども、こちら1兆円ですから、普段の10倍の補助金です。つまり、持続化給付金の、まあ、第二弾的な扱いになっております。こちらですね、あの、中小企業とか中堅企業とか、まあ、いろんな枠があるんですけれども、まあ、ざっくり解説しますと、この事業再構築補助金ですね。要はこれからですね、あの新分野に展開していきますよとか、業態転換していきますよなどに対して、経済産業省、中小企業庁が補助金を出しますという制度でございます。そしてね、あの大半の方がおそらく対象になるであろう中小企業通常枠というのがあります。こちらですね、100万円から6000万円の間でですね、まあ、補助率3分の2ということで3分の2に出しますよ。つまりこれからなんか事業をするときに600万円新しい新規上演費やしますと。まあ、具体例で言うと、まあ、ネット販売始めますとかね、あのコロナ対策でまあなんか設備整えますとか、新しい事業始めますとか、まあ、そういう場合ですね、例えば600万円かかるとしたら400万円は国が出しますと。まあ、こんな制度なんですね。で、その要件なんですけども、まあ、現在出てるものですと、まあ、直近6ヶ月のうちの3ヶ月の売上合計が、まあ、コロナ前に比べて 10% 減少していること。で、さらにですね、経済産業省が出す指針に沿ったちゃんと事業計画作って、まあ、認定支援機関、まあ、税理士とかと、まあ、一緒にこれの計画作ってくださいねと。まあ、そして、付加価値額 3% 以上増加させてくださいと。ね。まあ、これから新規事業を始めて、まあ、3年とかね、5年経った後にですね、ちゃんと付加価値額、これ何かっていうと、まあ、大体利益プラス人件費プラス、まあ、原価消費とか、まあ、この細かい計算式はまだ出てないんですけども、まあ、要は利益とかがですね、3% 増えたら OK ですと。まあ、こういう制度でございます。で、こちらの制度ですね、まだ国会通ってないので、まあ、これから国会通ったらスタートするという制度です。まあ、細かい情報がね、出ましたら、このチャンネルでも取り上げようかなというふうに思っております。まあ、おそらくですね、今年3月とか4月ぐらいからスタートするのかなっていう見込みですね。で、なんといってもですね、あの予算規模が1兆円ですから、まあ、相当な、まあ、採択率ね、これ
必ずもらえるってわけじゃなくて、ちゃんと計画出して採択されたらスタートするっていう制度なんで、ちゃんとね採択されるかどうかがポイントになってくるわけなんですけども、おそらく第1回とかはですね、まあ、採択率がすごい高い8割9割ぐらい通るような補助金になるんじゃないかなっていう風な見込みはありますね。で、最後にですね、昨日飛び込んでまいりました読売新聞の独自記事ですね。厚生労働省の方がですね、どうやらコロナで打撃を受けた観光業とか飲食業などのですね人たちに対してですね、補助金出しますよと、これなどっていうのはどの範囲かまだ全然わかんないんですけれども、具体的にはどういう人に補助金出すかと言いますと、離職者ですね、もう観光業とか飲食業をやめて他の業界に行きますよって方についてはですね、ちゃんと研修でですね即戦力に、ね、なるようなものだったりとか、あと大学行って専門資格取りますよと、こういう方々にですね直接補助金を渡しますと、まあ、こういうのが今厚生労働省さんが考えているようです。そしてですね、事業主向けのね新分野進出もね、先ほどの経済産業省の制度にちょっと似てると思うんですけども、まあね、新しい分野にねスキルを転換するための研修とか ICT ですね、まあ、情報技術でですね、まあ、業務をですね転換させますよ、まあ、クラウドを使うとかテレワークするとか、まあそういったことにですねお金出しますというのが出ております。つまり経済産業省からもあるし、厚生労働省からもね、まあこういったのに補助金出しますよっていう、若干ね補助金競争のような気もしますが、ぜひですねこれから会社で業務変えたいとか、あとね自分自身でもう今やっているちょっと仕事変えようっていう方はですね、ぜひですねこの辺の補助金情報に耳を傾けておいてはいかがでしょうか。といったわけですね、本日はですね2021年の税金補助金がね、まあどういう感じになるかということでですね、まあ増税とか、まあ、優遇なくなるよとか、あとですね、まあコロナ対応ですね、まあ別事業とか別の職種ですね、まあこういったのに移る際には補助金が結構出ますので、ぜひチェックしておいてください。このチャンネルでもですね、どんどん追いかけていこうと思っております。といったわけでね、このチャンネルは税金、ビジネス、投資、経済のお金の得する情報とか、国のですね、こういったお得な制度についてですね、どんどん発信していこうと思っておりますので、今年も何卒よろしくお願い申し上げます。といったわけで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。